よくわかる新庄光輝。安土ご不審、趣味つかまつるのこと。安土城の天守閣の造りは次のようになっていました。石垣の高さは22メートルでした。石垣の内側は1階を土蔵として用いて7階までありました。2階は石垣の上に、広さ南北が36メートル、東西は31メートル、高さ16メートルでした。柱の数は204本立っていました。本柱は15メートル、太さは1尺5寸から6寸と1尺3寸の木材を用いました。座敷の内側にはすべて布を張って黒漆を塗りました。西の十二条敷には墨絵の梅の絵を狩野英徳に命じて描かせました。上も下も座敷の中で、絵があるところはすべて金の装飾を施していました。同じ間に書院がありました。ここには円磁板章の風景の絵を描かせていました。その前には盆山が置いてありました。次の部屋の四畳敷には棚に鳩の絵を描かせていました。また十二畳敷の部屋にはガチョウを描かせたので、ガチョウの名と呼ばれていました。またその次には八畳敷で、奥の四畳敷には生地がこうめでる絵がありました。南もまた十二畳敷で、中国の儒者たちを描かせていました。また八畳敷がありました。東は十二畳敷で、次は三畳敷、その次は八畳敷と続き、ここは午前をこしらえるところでありました。またその次の八畳敷も、これまた午前をこしらえるところでした。その次は六畳敷、南部また六畳敷で、いずれも絵には金が装飾されていました。北には土蔵がありました。その次には座敷があり、26畳敷で南部でありました。西には六畳敷、続いて十畳敷でした。またその次には十畳敷、同じく十二畳敷、難度の数は7つありました。この下には金灯籠が置かれました。3階は十二畳敷で、花鳥の絵がありましたので、花鳥の間と呼ばれました。別で一段上がって四畳敷にはご座の間がありました。ここにも同じく花鳥の絵がありました。次に南の八畳敷は賢人の間と呼ばれていました。ひょうたんから駒が出る絵が描かれていました。東には蛇行の間と呼ばれた八畳敷、十二畳敷で門の上にありました。次の八畳敷には旅道品という仙人と、不悦という陰の時代の最小の絵がありました。北の二十畳敷には駒の巻き場の絵が置かれていました。続いて十二畳敷には西王母の絵がありました。西には絵はなく、縁側が二段あり公園でありました。また二十四畳敷に物置用の難度がありました。難度の口には八畳敷の座敷がありました。3階の柱の数は116本でありました。4階は西の十二畳敷に岩にいろいろな木を描かせていましたので、岩の間と呼ばれていました。次の西には八畳敷、龍虎の戦いの絵がありました。南の十二畳敷には竹をいろいろと描かせましたので、竹の間と呼ばれていました。次の十二畳敷には松竹をいろいろと描かせましたので、松の間と呼ばれていました。東の八畳敷には霧に鳳凰を描かせていました。次の八畳敷には巨有耳を洗えば僧侶牛を引いて帰るという故事の絵を、二人の生まれ故郷の風景の絵で描かせていました。次の小座敷は七畳敷で、金泥ばかりで絵はありませんでした。北の十二畳敷には絵はありませんでした。次の十二畳敷の中の西2軒のところに手まり桜の絵を描かせていました。次の八畳敷には庭戸に入った鷹の絵を描かせたので、鷹の間と呼ばれていました。4階の柱の数は93本でありました。5階には絵はありませんでした。南北の白口四畳半の座敷が両方にありましたので、小屋の段と呼ばれていました。6階は八角形で4軒ありました。外側の柱は朱色に塗られて、内側の柱はすべて金色に塗られていました。釈尊塾大御弟子や釈尊浄土説法の絵がありました。縁側にはガキども鬼どもの絵を描かせていました。閻魔の突き当たりにはシャチホコと飛竜の絵を描かせていました。高欄には義母子の彫り物が飾られていました。最上階の7階は三元四方で、座敷の内側はすべて金色でした。外側もまた金色でありました。地方の内側の柱には上り竜下り竜、天井には天人の絵構図を描かせていました。座敷の内側には三光五
御帝、弘門十哲、昭山志功、七賢等の絵を描かせており、木内、宝卓を12個吊るしてありました。狭間戸は月製で、その数は60余りもあり、すべて黒漆で塗られていました。座敷の柱は、内側も外側も、すべて漆で布を張って、その上に黒漆を塗ってありました。最上階の金具は、五島工場が担当しました。京都や地方の職人が手を尽くしました。その他の金具は京都の鯛網の金具が使われました。大工は岡部又右衛門、漆頭は行尾、白金屋大工は宮西雄左衛門でありました。瓦は中国人の一貫に命じて奈良州が焼きました。普請奉行は木村隆重でした。そもそも安土城は深い山の中に築かれていました。麓には歴々、イラカを並べて、軒を並べていました。光り輝くその壮観は、言葉に言い尽くせないものでありました。西から北にかけては、琵琶湖が満々と広がっていました。往来する船の出入りは盛んで、大いに賑わいました。遠歩期藩、漁村関所、浦々の潔みは、絵のような美しさでありました。琵琶湖の中には、竹生島という、有名な島がありました。また、竹島という、長とそびえる岩山がありました。奥の島山の長明寺観音からの朝夕の鐘の音も耳に聞こえてきました。琵琶湖の向こうには平岳、比叡山、如意ヶ岳がそびえていました。南には村々の田畑が平坦に続いて、富士山に例えられる三上山を拝むことができました。東には観音寺山がありました。麓には街道が伸びていましたので、人々の往還が続き、昼夜を通して絶えることはありませんでした。安土山の南には入江が伸びて広がっており、山の下には屋敷の門が並んで、風の音が鳴り響き、地方の景色は絢爛を極めたものでありました。将軍の館のように玉石を磨き、瑠璃を並べて、百貫が機微を尽くして花の都を移したかのようでありました。信長のご意向、お手柄は計り知れないものでありました。この頃、昇華の壺、金華の壺という有名な名物が新上されましたので、信長はとても喜んだものでありました。六角義方の家に代々伝わっていた的り場付き節なしの矢軸を伏せ三河の神が手に入れて、信長に献上しました。このように稀有な宝物類が信長のもとに集まってきました。先年沢山で製造された大船のことでありますが、これは足利義昭が謀反を起こした際に一度使ったきりでありました。今となってはこの大船はもう必要ないということで、伊海信貞に命じて解体させて、新たに早船を10艘作らせました。11月4日信長は上洛しました。陸路で瀬田を通り、二条妙覚寺についてここに泊まりました。11月12日赤松広秀、別所長春、別所重宗、浦上宗景、浦上小次郎らが上洛して、信長に挨拶に訪れたのでした。御司を勧められ御ぞご拝領のこと。1576年11月21日、信長は重ねて右大臣に昇進しました。またこの時、摂家、清賀家など企業を加え、金中には黄金200枚、人工、巻物、他にも多くの品々を献上しました。その時、信長は誠にかたじけないことに、金中から御座をいただきました。これほど名誉なことはありませんでした。信長の会員承認にあたっては、吉礼に従って石山瀬戸院に到着しました。山岡景隆、山岡景直兄弟が信長にお祝いの膳をもてなしました。石山では2日間鷹狩りを楽しみました。11月25日安土に帰城しました。三州嫌え御鷹の木こと。12月10日信長は三河の嫌え鷹狩りをするため沢山に泊まりました。12月11日岐阜に到着し、翌日も滞在しました。12月13日清洲に到着しました。12月22日三河の吉良に到着しました。3日間滞在し、数多くの獲物を取りました。12月26日清洲に帰ってきました。12月晦日美濃に戻り、岐阜で年を越しました。鷹狩りを終え、雑賀に出陣。雷を修理し、名物を狩る。柴田と橋場手取川での衝突。再び背く松永久秀。次回よくわかる新朝後期松永久秀謀反。最後までご視聴ありがとうございました。
チャンネル登録よろしくお願いします。